の、今の心境にいろいろ発表がありましたが、についていろいろ話したいと思います。ちょっと時間が経ったらたくさんの方に見てもらいたいので、あ、そうね、こんばんは。あ、あゆちゃん、あ、本当にありがとう。今はメンバーが近くにいます。こんばんは、こんばんは。あのオンラインお話し会の発表もありまして、なんか8枚目シングルに向けて着々と準備が進んでるみたいな気持ちはありますね。解放、解放、こんばんは。え、楽しみですね。今回もパネルがある。あ、ほんまに私もすごい楽しみにしてるパネル。毎回家に母さんと父さんが、父さんか母さんかどっちか分からんけど、どんどん飾っていってくれててありがたい。でももしかしたら時間がなくなっちゃうかもしれないから、早めに話し始めた方がいいかな。こんばんは。しきしきよかった、ありがとうございます。昨日はオンライン宣会もありがとうございました。あったかそうな、え、あったかい。でも嬉しい、顔かわいい。え、ありがとうございます。もう薄メイクで、なんかもうほぼすっぴんみたいなメイクなんですけど、顔かわいい、ありがとうございます。どうもこんばんは。ふう、どうも。なんかはいはいはい、なんかあんまり整理ができてないんですけど、はい、8枚目に向けて、え、なんか STU の公式ツイッターでポン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 ってなんか4つぐらいなんかいろんな発表があって、グッドイブニングコアちゃん、グリーティングフロムインドネシア、 Thank you なんですけど、びっくり。次のシングルでいろんなことが発表されてびっくりもしてるんですけど、すぐね、次のシングルがあるとね、STU モチベがずっと高いですね皆さん。はい、まだあれなんかな、まだ時間経ってない。あ、そうだね、1000人超えたら喋り始めたいと思います。PR、セカンド瀬戸内 PR 舞台について話します。びっくり、こんばんは、こんばんは。いや、なんかもうすぐ高校卒業ですけど、顔がそんな感じがしない顔だねってよく言われることなんですけど、今日は特にそんな感じがします。言われたし、スタッフさんにも、もう高校卒業なのみたいな感じで言われました。はい、高校生卒業です。まだ言われます。あ、明日雨なんですか。はい、若い方はいいかと。褒められてるんですか。確かに
ありがとうございます。いろいろ時間、いろいろ時間制限なくなりますね。あ、三月、あ、四月から。ありがとう。四月から。そう。タワー、ありがとうございます。お、タワー、タワー。あ、ありがとうございます。タワーやすさん。そうです。そう、さやかとあいちゃんが今一緒にいます。同室。さっきメール送ったけど、もうひな祭りか、そっか。いや、明日から3月1日ですもんね。今日は何しよった、今日はお仕事、お仕事ですけど、すごい寒かったです。寒い系の、また発表できたら、報告できたら、報告を楽しみにしておいてください。寒いお仕事。制服はコスプレになるよ。大変です。明日の天気予報は雨ですか。さっき払ったんですけど、さっき見たコメントもあれもあったんですけど、あの始球式が雨にならないようにテーテル坊主を作らないといけません。お、あ、千人、あ、じゃあちょっと今から瀬戸内 PR 舞台についての意気込みを伝えていこうかなと思います。それじゃあちょっと皆さん、拙い言葉で私が今から今の心情を宣言とともに、はい、それではいきます、はい、どうも STU48 のカイコカワです。なんて言ったらいいん、 STU48 のカイコカワです。この度、STU48 8枚目シングルの特別イベント、オンライン個別話、お話し会、サイン会とともに、いろいろな発表がありましたが、瀬戸内 PR 舞台シーズン2としてファンの方が投票で決めるユニット、ユニットのユニット投票企画第2弾が発表されましたが、今回は2回目ですね。2回目ということで、私は、瀬戸内 PR 舞台に絶対に入りたいです、はい、いや、まずなんて言うんですか、シンプル、あ、そうとか言わないでほしいんですけど、全部、なんて言うんですか、こう何か伝えたらいいかまず分からなくて、でもまずこの強い気持ちがあるぞっていうことを伝えておきます。はい、絶対に入りたいです。前回はユニットメンバーに選ばれることができなかったんですけど、そのまでに向けて、その当時、前回のストーチ PR 舞台のイベントの時に、なんだろう、あんまりこう、前回すごい悔しくていっぱい泣いたんですけど、その時私何ができたかなと思って、本当に皆さんにいっぱいアピールできたんかなとか、ファンの皆さんの気持ちに寄り添えてたのかなとか、なんかこうファンの皆さんが投票してくれるメンバーにふさわしかったのかとか、すごいいろいろ考えたんですけど、なんかその時の気持ちはずっと、悔しさは今も残っていて、
落ちた時のそのなんて言うんだろう、悔しい気持ちとか、うん、そういう気持ちは自分に対しての不満だったと、不満、自分に対して抱いてた、まあなんて言うんですか、こう本当にやりきれてなかったから、多分きっとすごいその悔しさもあって、普通に入れなかったことに対しても悔しさがあって、でもファンの皆さんが頑張ってくれた時の声かけがすごい力になってたから、それに応えたかったっていういろんな思いでの自分のその悔しさが込み上げてきたんですけど、今回はなんかなんて言うんだろう、投票期間も1ヶ月ぐらいあって、その間に速報発表もあって、なんかなかなか、なんて言うんだろう、 AKB48 の総選挙を思い出させるぐらい、思い出すぐらいのなんて言うんですか、思い出すぐらいのその自分の中の思いもあるし、プレッシャーもあるし、なんだろう、そのイベントの企画が似てる部分も照らし重ねちゃう部分もあって、やっぱりここで7人に選ばれたいし、なんかなんて言うんだろう、自信を持ちたい、 STU を引っ張っていきますって、自信をすごく、うん、持ちたいという気持ちでいます。まあお前なんかに無理だよとか、うん、なんか私が入ることでなんかなんて言うんだろう、嫌な気持ちになる方少なからずいると思うんですけど、それ以上に、いや私はファンの皆さんを幸せにしてやる、絶対入ってリベンジしてやるって、すごい前向きに、もうなんて言うんだろう、そんなもう負のことを吹っ飛ばしちゃうぐらい、私はすごいなんて言うんだろう、私を応援してくれてる皆さんのことを信じてて、はい、大好きな皆さん、私を大好きだと思ってくれてる皆さんと、なんて言うんですか、そういう方を信じて前向きにこの投票期間もすごい楽しみたいと思ってるので、いっぱいアピールするし、皆さんにすごい甘えるし、今回は本当に妥協なく、全てなんて言うんだろう、やりきったって、うん、多分だから終わった後に待ってる結果は絶対いいものだと今からも信じてるし、ファンの皆さんにもたくさん拡散してほしいし、なんか力を借りたいです。よろしくお願いします。なんかそう、私だけがこういっぱい張り切っても、やっぱりなんて言うんだろう、皆さんが投票してくれるので、だからそれ以上に私ができることって、ただずっと私は前を向いてます、 STU48 として頑張ります。ユニットに入った後はいろんな場所で STU48 を知ってもらう、そのメンバーの先頭に立つ一人として頑張っていきたいですっていう気持ちでずっといるし、もういい方向に、なんて言うんだろう、いっぱい期待してください。もう期待以上のことを返します。頑張ります。それぐらい前向きでいます。だから皆さんも海国をどうにかどうにかユニットに入れてやるぞっていっぱいいっぱい燃えて、もうなんかこの期間でファンの皆さんともなんか仲良くなりたいし、こういうショールームのなんか機会とかもショールームをする時間も増えるし、私増やしたいと思ってるし、今までやってきたことがなかったこと、まあツイッターのリプ編とか、なんて言うんだろう、近くで皆さんとのコミュニケーションでこう熱を
知りたいので、なんて言うんだろう、そしたらまたファンの皆さんの中でも団結力とか、うん、たくさん これからのね活動がもっと楽しくなるように、はい、私はアイドルすごく楽しんでるので、それがより一層もっと楽しくなるように今から、はい、今から来年何ヶ月後来年のことの楽しみを今から考えて、皆さんで一緒に準備して、頑張ってユニットに入りたいと思いましたから、私も無理するし、きっと、いくら疲れてても、いくら弱音を吐きたい時でも絶対吐かない。この期間は絶対もうファンの皆さんをただ信じる、絶対入れてくれるっていう気持ちだけで、あの、私も自信を持って活動するので、はい、頑張るのはファンの皆さんが頑張ってくれるのはそうです。だから私も返せるように頑張ります。ダンスの練習もお仕事も全部頑張ります。だからその間でいろんなお仕事のチャンスがあると思うんですけど、そこでもいっぱい、あ、やっぱりコカ今日は頑張ってるんだって、ファンの皆さんがコカを応援してあげようってずっと思えるような姿を見せ続けたいと思います。だからもう、開票が5月3日の発表で、笑顔で皆さんと、あの、喜び分かち合えますように、これからも頑張ります、はい、だから皆さんどうか応援よろしくお願いします。はい、どうでしょう、他に何かありますか。なんか私は今まで、なんて言うんだろう、正直すごい元、なんかなんて言うんだろう、すごい元気で、なんか頑張るぞおーおーって言ってて、なんかでもそんな明るい感じなんだけどアンチは無視でありがとうございます。いや、そのなんて言うんだろう、こういろんな意見を持って私にコメントしてくれたり、直接言葉をぶつけてくださる方、ファンの方なのか、一意見をする立場で私と向き合ってくれてる方なのか、すごい、まあそれに私にかけてくれてる時間も、その言葉で私が傷ついたとして、私をそれ以上に守ってくれてるファンの皆さんも、私が今まで活動してきて出会えた方々なので、全ての人をこう幸せにすることは確実にはできないし、難しいかもしれないですけど、それに向けて努力することはできるので、皆さんを幸せにできるような努力を積み重ねていきたいと思います。頑張ります。なので、はい、昔の私とは違うぞっていう感じで、勢いあるねってやっぱり言われたいので、私よく正直なことはね言えないですけど、はい、新規だかは分かんない。あ、今回、あの今日も一日ちょっと忙しくてあんまり、理解ができてないんですけど、あの前回と投票の仕方は違って、シリアルコードでの投票になって、あのまず違うのは、オンラインお話し会でそのシリアルコードで申し込んだ分、私とお話しできるような制度になっていて、予約してオンラインお話し会をあのする分とは別で、投票権を
投票権がそう押し増し券で、あのそれがセットでついてくるので、ただ投票権をかがあの CD についてくるより、私とお話できる券と投票券がついていて、それでシリアルコードで打ち込んで投票できるのもあるし、モバイルファンクラブ、STO ファンクラブとか、なんかそういう会員でも投票もできたりします。またあの調整が決まっ、あの私がすごく私の中で噛み砕けてしゃべ、なんていう、説明できるようになったら、はい、あの説明します。悔しい涙を話して、はい、頑張ります。 0.5 ヘッド難しいけどね、そう本当に、はい、そう頑張りたいと思います。なんかいろんな、まあ、喧嘩があるんですけど、はい、毎日頑張っていきたいと思います。ぜひ応援してくれたら、ほんまに団結しましょう皆さんで。なかなかそういう、そうやって達成することって難しいし、あのなんていうんですか、ファンの皆さんそれぞれの感情もあるだろうし、なんか、うん、だから私がやっぱり強い意志をずっと持って同じ方向を見ることで、同じ目標に向かって頑張れることで、なんか、うん、一つ目標があればそこに向かってみんなで頑張れるかなと思うので、お願いします。最後まで前を向いて頑張ります。私よく、うん、コカアなら入れるでしょとか、多分選ばれるよねとか、そういういろんな期待を込めてファンの皆さんも私を信じてくれてる分、なんていうんですかね、私も期待に応えたいと思うし、なんていうんだろう、ファンの皆さんもそう言ってくれてる限りは、入ることを、なんか、なんて言うんだろう、願ってくれてると思って、なかなかそれを返せないのは私はすごい不甲斐ないなと思っていたので、またチャンスがあるっていうことは、まあ、3度目はないと思うので、ない、自分の中でないと思って頑張るので、はい、自信はある、うん、あります。絶対に同じ悔しい思いさせないように、ファンの皆さんに、ファンの皆さんが押し上げてくれるんですけど、私が悔しい思いをしてるとこを見たらファンの皆さんが悔しい思いをしちゃうので、私が悔しい思いをしないようにファンの皆さんが一緒に頑張れたらなと思います。すごい無理させちゃったり、なんかなんて言うんだろう、お話し会とかでもここが頑張ったよってファンの皆さんが言ってくれる、んなんて言うんだろう、そうね、いろいろ想像するんですけど、私ライブが好きなんですよ。ファンの皆さんも私のライブしてるところとかステージに立ってるところが好きってすごい言ってくれるんですけど、全国ツアーができるんです、そのユニットになると。それに絶対出たいし、 STU として頑張りたいので、はい、皆さんに無理させちゃうかもしれないですけど、わがままを聞いてください
よろしくお願いします。頑張ります。伝わったでしょうか。私の熱量はすごく前を向いてます。こんなリベンジする機会がもうないと思ってたので、もうぜひ前回の悔しさを晴らそうって頑張ります。本当に、はい、皆さんと一緒に頑張ります。伝わりましたか。どうだろう。あとはあの9枚目シングルのカップリング曲があるんですけど、私カップリング曲のメンバーにあの選ばれたことがなくて、カップリング一回は歌ってみたいなって、そうユニットで選ばれたことがないので、まあ歌ってみたいなっていう裏目標もあります。はい、皆さんチャンスをください。お願いします。よろしくお願いします、はい、どうでしょう。何でしょう。他に何て言ったらいいのかな。あの何て言うんだろう、今まではなんかすごい不安で、私すごい自信がないんですとか、すごい不安でなんか入れるか分かんなくて、だから皆さんよろしくお願いします。なんて言うんだろう、すごい弱気で、弱気を皆さんがこう押し上げてくれるみたいな感じで、なんか弱い部分ばっかりすごい見せてたから、ファンの皆さんも多分不安になっちゃうんですよ。だから私がすごい STU と先頭立って頑張ります。これからも応援してください。皆さんがユニットに入れて、いろんなところで私をユニットに選んでいただいて、みんなの力で私がこれから頑張ります、私もこれからもっと頑張りますって、こう自信を持って最後まで前を向き続けることがすごい大事かなと思ったので、はい、最後まで強い意志を持って頑張ります。勉強してた時にある言葉に、あ、PR 舞台に入るまでは泣きません。 PR 舞台のことで泣きません。なんか分からんけど泣きません。頑張ります、はい、勉強してる時に出会った言葉で、誰かのあの格言じゃないけど、そういうのがあるんですけど、刺激と攻撃が同じ方向に向いていれば、それは一つの束で収束されるみたいな、そういうね、なんだろう、一人の気持ちとみんなの気持ちが同じ方向で向いて頑張れれば、それは一つの目標にこうまとまるっていう、うん、評論の文章を解いた時になんかすごい心に刺さった言葉なんですけど、はい、だから頑張ります。ちょっとあの誰の言葉かはよく分からんけど、まあまあまあそれはさておき、私がずっと前を向いておきましたが、皆さん一緒に同じ方向を向いてください。自信を持って頑張ります。そうなんですよ、やっぱこの期間苦しい悲しい不安怖いってずっと言ってたら、もうそれって伝染しちゃうと思うから、なんか頑張ります、もう絶対入りたいです、よろしくお願いしますっていう気持ちで、はい、どうしよっかな。私公約も決めたいんですよね。何がいいだろう、何がいいですか公約。せっかくだからな、公約、公約はどうしよっかな。応援します、ありがとうございます。公約いいな、またちょっと
しっかり考えていいですか、大事にしたいですね。やっぱりただうん、ファンの皆さんもすごい、なんて言うんだろう、あ、そうね、公約決める配信もしたいと思います。すごいなんか、なんて言うんだろう、コカを押し上げてあげたいとか、あの前に出してあげたいとか、私にたくさん前向きな言葉といろいろ自信を与えてくれるので、最近特にすごく、だからこういうイベントでもっとファンの皆さんと、ファンの皆さん同士も一致団結して、カイコが推して楽しいなって思ってもらえたら、それが一番の私の目標だし、みんなが楽しく追ってほしい、だから頑張ります。あ、ツイッターのハッシュタグは決めました。ハッシュタグカイココアを PR 舞台にです。あ、カイオになったんやけど、え、ドストレートに、はい、よろしくお願いします。頑張りましょう。えいえい、おー、ぜひ拡散、ファンの皆さん、あのお友達にも解雇かっておるんじゃけどさ、なんか投票してあげてねみたいな。はい、あのよろしくお願いします。皆さん、ファンの皆さん、一致団結してよろしくお願いします。まあその間になんか始球式とか、また明日も発表されるお仕事、明日発表される新しいお仕事があるんですけど、それも皆さん喜んでくれるかな。また一つ一つのお仕事も ST48 解雇カーとして胸を張ってしっかり頑張りたいと思います。そこで、そう、あのもう2月20、あの今日の18時からあの投票とか予約が発表されるので、予約が開始されてるので、あのまずもしファンクラブに入っていらっしゃる方だったら、ね、待って、こんな時に母さんから、こんな時に母さんから連絡が来た、ね、絶対ショールーム見とるやろ、母さんから連絡来ました。ゴミ箱倒してコーヒー豆ぶちまけたピエン、ね、ほんまに無理、マジで母さん今めっちゃ真剣な話しとる、母さんも応援してね、 PR 舞台。母さんがゴミ箱ぶちまけた、ゴミ箱倒してコーヒー豆ぶちまけたらしいです。はい、ではそんな感じで、まああの母さんもすごい応援してくれとって、これやったらいいんじゃない、あれやったらいいんじゃないって、はい、母さんとも一団結して頑張ります。あとは何だろうな、何を言ったらいいんだろう、確かに前回はすごい悔しかったの、悔しかったです。
ドーチ PR 舞台にすごい憧れを持ってました、だから次は絶対に入りたいです。いっぱいライブしたいです。いろんなチャンスの場をファンの皆さんが与えてくれることをすごい、はい、なんかこう頼っちゃうんですけど頑張ります。どうじゃろ、なんか入れそうですか？よろしくね。言いたいことは言えましたかな。言いたいことは言えるかな。入る入る入れる入れる、お入れそうじゃなくて必ず入れる。大丈夫です、入れるよ。お母ちゃんならやればできる。入れる入れるよ。信じて協力するわ。入れるよ絶対。ありがとうございます。きっとやり遂げよう。頑張ります。今受付中です、はい、もう早速ですがどうかよろしくお願いします。カイキャノンくらいの勢いでいきます。まあ、私はまずは目の前のことの一つ一つを見える。ツイッターショールームたくさん SNS の更新も、今まで学校受験の分すべて、そうね、なんて言うんだろう、やっとこうできるので、そう頑張ります。うん、まあ なんていうんですかね、今うん頑張ってる姿を見て評価してもらいたいですね。はい、なんて言うんだろう、焦らずに、でもしっかり焦らずに焦る、焦らずに焦ります。うん、なんて言うんだろう、やっぱり強い気持ちが大事ですよね。頑張ります、頑張りましょう。明日は、明日もお仕事があるんですけど、何時にこうまたショールームができるかって分からんけん、待っててくださいね。その間でオンラインお話し会とかもあるので、そうですね、ファンの皆さんの今の気持ちとか聞かせてくれたら嬉しいです。はい、ツイッターのリプとかもいつもありがとうございます。そう、リプ編をね今までしてしたことがなかったんですけど、してみたいなって思います。この期間で こんな子がいるんだって思ってもらいたいし、そう、負けず嫌いです。泣き虫ですが、泣かないように泣かないように頑張る。はい、ハングリー精神でね前を向き続けます。頑張ります、本当に頑張る。なんだろう、もうすぐライブとかいろんな
ことがあるけど、始まるけど、そのチャンス一つ一つもコカを応援してみたいなって思わせる、なんて言うんですか、アイドル活動をします。応援しててよかったって思わせれるように頑張るし、はい、前向きに。いやでもね、すごい最近はね、ファンの皆さんのおかげで力がすごく湧いてきます。ショールームとかでもなんてコメントがさ、こうあると親近感というか、気持ち的にもだし、普通になんか体も元気になる、なんかしっかり寝れるから安心する。アイドル楽しかったな、ファンの皆さんの反応見れたなっていう感じどんなこと考えてんねんと思ってるよね。でもアイドルすごい好きなんだと思う。私アイドルするのが、ステージに立つのが好きだし、はい、いつもありがとうございますっていうことです。では、はい、じゃあなんかどうしようかな。久しぶりにキャッチフレーズいきますか。もうライブ出てないから相当やってないんです。ライブ出てないから相当やってないんですけど、いきます。じゃあ私が耳をかか傾けたらココアとお願いします。いきます。 STU の中で一番ホットな女の子はココア。ココア。ココア。はい、ありがとうございます。いつも心に愛を。広島県出身18歳のカイココアです。皆さんいつもありがとうございます。キャッチフレーズもありがとうございました。はい、もう9時になったので、ちょっと次のまたやお仕事、お仕事やることが、はい、お仕事を頑張ってきます。ではランキング読みます。13位コウモさん、12位水鉄さん、11位黒蜜きなこさん、10位ネココアさん、9位タクゾさん、8位ヒサさん、7位、高梨智之さん、6位オールグーリンさん、5位フジアンさん、4位ハイケイさん、3位ハンナさん、2位ノッシーさん、1位はヤススさんです。ありがとうございます。では皆さんお疲れ様でした。配信を見ていただき、思いを受け取っていただきありがとうございました。バイバーイ。また明日。